皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回はフューチャーグランプリサイバーフォーミュラシン、フィアー。使用するマシンは水澄ましの異名を持つ、シュトルムセンダーのスピーゲル HP022。ドライバーはジャッキー・グーデリアン。コースはベルリンサーキット2022です。それじゃあ、ゆっくりしていってね。箱コンにドリフト現象が発生して、修理に出すか悩み中のうつ主が今、スタートです。ボーリングケチったからな。ケチ。そんなことよりも、今回のマシンとかの話が聞きたいんだけど。そうだな。じゃあ、語ってくにょん。お願いします。今回はドライバーのグーデリアンと、マシンデザイナー兼ドライバーでチームオーナーの、フランツ・ハイネルとの名コンビの話だにょん。ハヤトとカガとはまた違った世界でドラマを盛り上げてくれていたよな。そんなグーデリアンとハイネルは、テレビシリーズ第5話から二人揃って登場。最初から仲良しなのね。走る星条旗、ハイテクのカウボーイことグーデリアンの生年月日は、1995年5月1日で、初登場時は20歳。ハヤトやランドルより少し年上か。身長は188センチとかなりの大柄で、赤いバンダナがトレードマーク。レーシングスーツにも私服にも、星のデザインのものだったり、ジェンガロンハットなど、いかにもアメリカンな感じのキャラクター。女の子が大好きなプレイボーイで、第7話では初対面のアスカをナンパするシーンもあったにょん。キャラがわかりやすい。テレビ版ではスタースタンピードに所属していて、マシンのスタンピード RS は、フォーミュラカーのようなデザインが多い中で、アメ車のようなマッスルボディなマシンだったにょん。ドライバーもマシンもアメリカンだったのね。OVA シリーズからはハイネルが新しく立ち上げたシトロゼックに移籍。サガの序盤、2019年の第14回グランプリでは、グロイツ・シティールの戦闘力の高さと、ハイネルとのコンビネーションもあって、念願のチャンピオンとなっているし、第11回以降、毎年1勝を挙げているという実力者でもあるにょん。ただのナンパキャラではないんだね。サイバーフォーミュラデビューはテレビ版以前の第7回。死んでも現役を続けていて、作品中では一番のベテランドライバーとなっているにょん。テレビ最終話の、グッドラック、サムライボーイ、は名セリフだったな。そしてこのスピーゲルを作り、シュトルムセンダーの監督でもある。走る精密機械こと、ハイネルの生年月日は、1994年12月23日で、初登場時は21歳。グーデリアンより一つ年上なんだ。ドイツの自動車会社、シュトロブラムス社の御曹司で、テレビ版では、シュトロブラムス系列チームの SGM に所属。この時からマシンはハイネル自身が設計していて、サイレントスクリーマーベータはかなりメカチックな独特のデザインをしていたにょん。超電動リニアホイールやローリングコックピットなど、他のマシンにはないようなものを開発するところに、ハイネルのこだわりを感じるよな。2016年の第11回大会の時には、開発に専念するためにマシンをグーデリアンに託していたけど、翌年にはドライバー復帰して、第13回大会では、グーデリアンよりランキング上位になってたから、ドライバーとしての才能もあるにょん。何でも器用にこなすのね。何でもこなすゆえに突出した才能がなくて、器用貧乏、なんて言われてもいたけどな。頭が良くてクールなイメージだけど、グーデリアンが絡むとカッとなりやすくレースではペースを乱されて、クラッシュしてリタイアしたり、意外と怒りっぽいところもあるにょん。喧嘩はよくするけど、グーデリアンがシュトロゼックに移籍してからずっと同じチームでやっているし、2台で協力してレース展開を組み立てていったり、お互いを信頼してる感じがあるから、二人の喧嘩は名物みたいになってるにょん。喧嘩するほど仲がいいってやつだね。ちなみにメガネは伊達との噂。ブルーライトカットだったのかしら。ハイネルの声優さんは沖谷雄太郎さんで、このサイバーフォーミュラが初レギュラーで、スラムダンクの三井久志役や、地獄先生ヌーベイのヌエの名付け役を務め、現在放送中のパリック孔明では、諸葛亮孔明役もしているぞ。すごい声優さんなんだね。サイバーフォーミュラきっかけの声優さんといえば、新庄直樹役の緑川光さんもサイバーフォーミュラが初レギュラーで、スラムダンクではルカワカエデ役をされているぞ。クールな役が合ってるわ。そしてマシンのスピーゲルは新第1話、2022年第17回大会から投入。シルバーのスピーゲルはグーデリアンが乗り、ピンクのスピーゲルは、この年からシュトルムセンダーに加入した女性ドライバーの、ルイザが乗っているにょん。ピンクのスピーゲル。以前に使われていたスティールは、バイクに乗るようなスタイルのローリングコックピットだったけど、このスピーゲルは極限までの低重心化によって、仰向けに寝そべったようなスタイルで、密閉状態の中、真ん中のアンテナみたいなのが、センサーカメラになっていて、
外の様子が映し出されたモニターを見ながら操縦するという、かなり独自のスタイルとなっているミョン。センサーカメラが壊れたら何も見えなくて危険だわ。窓ガラスもないから目を閉じて走ってるのと同じ状態になるな。たかがメインカメラがやられただけ。ミョンタイプじゃないから無理だろ。アスラーダがあればなんとかなるのかもね。ゴール。ホイールは4輪で、エアロモードの時は可変システムで4輪全てが中央によって、細長い形状で空気抵抗を減らしているミョン。さっきから何度か見たけど、完全に曲がる気ないだろっていうくらい細長くなってるわね。ストレートとコーナーで可変システムを使い分けるのが、勝利への鍵となりそうだな。1周目のコックピットで見てもらったように操作は左右のレバー、変速機はスティールと同じく無断で、超電磁加速式だミョン。リニアだから電磁気の強弱で走ってるわけね。電気燃料マシンだからブーストではなくてリニアホイールオーバーロード。光り輝いてたわ。マシン全体に磁気をまとっててかっこいいよな。2022年はハヤトと加賀が優勝を独占状態の中、第7戦イギリス GP でブーデリアンが優勝して、ハヤトと加賀以外で唯一の1勝を挙げる実力を見せているミョン。マシンもすごいんだが、ゼロの領域を使わずにあの2人と渡り合っている、ブーデリアン自身の能力もすごいんだよな。まさにベテランってことか。さて、チューターグランプリサイバーフォーミュラシン、ウィーアー、シティヘリシン、いかがだったでしょうか？平べったい見た目や電磁加速とか、他とは違うハイネルのこだわりを感じるマシンだったわ。水すましの異名を持つだけあって作りも特別だしな。水すましって田んぼとかにいた昆虫よね？現在は農薬などで姿が見られなくなってきてるようだが現在でも水族館などで見れるようだぞ。シピーゲルの走る姿に水面を機敏に泳ぎ回る水すましが連想されたんだろうけど、燃料電池、無断変速、超音超電導リニア、シピーゲルは確かに他のマシンと違って特別だけど、マリサの言い方だと水すましも特別ってことよね？複眼が4つあるからな。は？目が4つあるのが特別ってこと？複眼な。どういうことだね。複眼ってのは1つの目に個眼が集合してる目で有名なのはトンボだな。1万個以上とかってやつか。それは知ってるミョン。トンボだと2つだが水すましは4つあるんだぞ。大体の雲は8個あるミョン。あれは単眼だな。それがなんで特別なのよ。さっき霊夢が言ったように、水すましは水面で生活してるから。水上を見るための目と、水中を見るための目があってな。これで水上からの外敵と水中からの外敵を見ているそうだ。水面で生活してるからこその特別な進化ってことか。水上の霊夢、水中のうつ主ってことか。確かにめでるために捕まえようとはしたけど、水上は鳥とか、水中は、まあ合ってるか。他にもセミなんかは5つ目があるが複眼が2つと単眼が3つで、複眼で物を見て、単眼で光を見ているそうだが、物を見る複眼が4つあるのは水すましぐらいだろうな。なるほど。あとは動物界第1位の轟音を立てれるとかですね。おい。え？何それ？動物界1位？なんと、水すましはペ。ペ？気になるにょん。なんだ、水すましもスズムシとかみたいに摩擦発音が出てな。羽とかを擦り合わせて音を出すってやつね。それがどうやら動物界で一番の轟音らしくてな、その音量はなんと 99.2 デシベル。水中で音量はほぼ失われるそうなんだが、電車が通り過ぎるガードしたほどの音を出してるそうだぞ。水中で音を出してるんだ。そんな音量を出され続けたら寝れないから水中でよかったわ。もし気になったら水すまし轟音で調べてみてください。今教えてくれればいいのに。まああれだ、念のためってやつなんだぜ。後で調べてみるにょん。そうだね。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。